96機の旅客機の80億トン、キロメートルという高い輸送能力により、国際航空貨物運輸では、世界第3位の実力を持っている。現在貨物ネットワークは18カ国の36都市にまで広がっている。現在シンガポール航空カーゴは、ルフトハンザカーゴや、ジャルカーゴなどともに、貨物航空会社連合のワオのメンバー。また上海にある、 頂上航空の25%を所有しており、頂上航空による上海アムステルダム線の運航に際しては、シンガポール航空貨物のボーイング747をリースしている。シンガポール航空カーゴは2001年7月に、シンガポール航空の貨物輸送部門をすべて引き継ぐという形で設立された。この時貨物輸送のための機体はすべて、 シンガポール航空から借り受けるとともに、シンガポール航空が運航する旅客便についても貨物室の管理はシーアカーゴが行うこととなった。設立後すぐにルフトハンザカーゴと SAS カーゴグループからなる航空連合ワオに加盟した。なお JAL カーゴはこの約1年後にワオに加盟している。2002年1月には、 輸送に際し特別な配慮が必要な積み荷についての高等サービスであるスウィフトライダーを開始し、急行で目的地まで届けるタイムライダーやマイナス20度プラス20度の間の一定の温度での輸送を行うクールライダーなどの商品が提供された。同年にはアジアンフレイトインダストリーアワーズで初の賞となるベストグローバルエアーカーゴキャリアと ベストエアカーゴキャリアアジアの2巻を達成。また、香港のアジアロジスティクスアワーズでもベストエアフレートキャリアを受賞した。なお、親会社のシンガポール航空はアジアンフレートインダストリーアワーズで2002年までに8つの賞を受賞している。シーアカーゴはワオに加盟したことにより、設立から数年のうちに順々に世界に路線網を広げていき、 2001年10月末には、世界一周路線として、水曜日に、シンガポール・香港・ダラス・シカゴ・ブリュッセル・シャールジャ、シンガポールルート、金曜日に、シンガポール・香港・ダラス・シカゴ・ブリュッセル・ムンバイ、シンガポールルートの運行を始めた。また2003年5月には、シンガポールからアモイと、南京を経由し、シカゴに向かうルートを開設し、第三国の航空会社としては、 初めての中国本土とアメリカ合衆国を直接結ぶ航路となった。なおこのシンガポール中国シカゴ線はシカゴ発の便ではシカゴからロサンゼルスに寄港して南京に向かっている。2004年5月にはニューヨークブリュッセルクウェートコロンボ、シンガポール線の運航も始めた。 コペンハーゲン空港で貨物を積載する747から400回ボーイング747から400回現在、サイカーゴは18カ国36都市に就航しているが、このうち25都市は、シンガポール航空の旅客機と、貨物専用機との両方でサービスを展開している。またテニシン、アモイ、マカオクエイトシャールジャ、ナイロビブリュッセルアンカレジシカゴダラスの10都市は、 シンガポール航空による旅客サービスが行われていない路線である。また、下記の就航地以外にも、シーアカーゴはシンガポール航空の貨物室による航空貨物輸送サービスも受け負っているため、実際にはシンガポール航空もすべての就航都市に対する貨物輸送サービスが可能である。アジアアフリカヨーロッパ北アメリカオセアニア機体はシーアカーゴが設立されるときに、 9機のボーイング747型機の貨物専用機がシンガポール航空から払い下げられ、それ以降は貨物機の購入は全てシーアカーゴの決済で行われることになった。2014年1月現在13機を所有している。シーアカーゴでは約100機のシンガポール航空旅客機の貨物室を運営している。ありがとうございます。